はいどうもセシルです。はい、本日もねプレゼント開封動画となりますけど第5弾第5弾って言ってもね一旦ねここで最終回みたいなね最終回という言い方もおかしいんだけどそういう感じにねしようかなって思っております。まあ理由としましてはねとりあえずね賞味期限がついたものをね賞味期限が切れるまでに食べきれねえぞこれはっていう、状態になってまいりましたので一旦ねここで終わりにしようかなと思います。今までね、たくさん、もらいましたけれども、送ってくれた方ありがとうございました。とりあえずね賞味期限切れるまでにね全部食べきりたいと思います。で、今日なんですけど2つ来ております。ちょっとね持ってきます。じゃーん。もうねこの時点でカギピーではないねカギピーではないねブラックサンタありがとうございます。これとこれちょっと重たいんだよねこれがこの2つご紹介をいたしまして一旦あの食べ物はね打ち切りたいと思います。ほんでこのブラックサンダーでこれブラックサンダーなんだけどこれどうなってんだこれ中身どうなってんだめちゃめちゃ重たいんだけど開けていきます。おっといかついなこれすごいなこれあでもこれ11月まであるブラックサンダーブラックサンダーねこれが16箱ですね。1個2個3個4個6個7個8個9個10個11個12個13個。あ、俺見えなくなってくるぞ、これ。10個、15個、16個。はい。という感じでございます。これ11月まであるんで、これは、ゆっくり食べれるかなと。ちょっと保存がね、28度以下で保存しろって書いてあるんで、夏場だけどうしようかなと。保存だけね、気をつけて、物がダメにならないようにしたいと思います。ありがとうございました。ブラックサンダー。こういう時にさ、あのブラックサンダーパーティーとかやりたいんだけどね、もうコロナじゃなかったらさ、みんなと最初食べるのにさ、もう、うん、おっこれも一個、これ重たい。開けていきたいと思います。これのね、あれなんか思ってたのと違うな。え、なにこれ、思っとったのと違うぞ元気になあれありがとうございます。破れた、これ重た、おーっとこれは素晴らしい。レッドブルー、これしかもあの大きい方、あ重たで、お米があればいつでも食べれるからこのご時世にぴったり。何？なんだ？米があればいつでも食べれる？おお！ああこれはありがてえ！いやなんかレトルトカレーとかすき焼き丼、カルビ丼とか、あいいねこれ。これはありがてえぞ。あーこれはありがてえ、ありがとうございます。もう一個あるんだよ。何これ？パスタがあれば楽ちん。確か好きだったと思っておった。ペペロンチーノかペペロンチーノパック食ってるからな俺。あそれはちょっとありがたいなペペロンチーノこれはありがてえ。マジか、分かってんねいや助かるな、普通にこれは助かるな、ありがとうございます。これはちょっとねいいね、助かるこれは、ありがとうございます。でね、今回はねこの2箱なんだけど、で現状が知りたいでしょ。今俺の部屋に、俺の家にカキビーがどんだけあるのか、これを最後見せて終わりだと思います。今3つ置きました。今6個
ここには1袋入っております。こういう感じのかね、1箱に12個入っております。これが、7箱と、これ最後に大二郎俺ね、もうまだ残ってんだよ、ピーナッツがよピーナッツ残ってんだよはい、ということでね、今回はというか、まあ、一旦のここで区切りといたしまして、賞味期限が、あるものがこれ以上来ちゃうと食べきれないというね感じになっちゃうので、一旦ここで打ち切りたいと思います。今までに送ってくれた方ありがとうございました。一生懸命ダメにならないように食べていきますので頑張りますという感じでね、第5弾、まあ最終回ではないと思うんだけど、一旦食べるのに専念いたしますので、よろしくお願いいたします。では頑張ってカキピーにならないように食べていきたいと思います。ありがとうございました。美味しくいただきたいと思いますので、じゃあなまた配信でお会いしましょう。バイバーイ。